シューコンゴー右手指修理前1939年の写真、ヘラクレスの姿形を取ったバジュラパーニシューコンゴーは、コンゴー種、持ちコンゴーとも称される仏教のご法前身である。コンゴー書をとって仏法を守護するため、この名がある。コンゴー書は、ふつの知恵が煩悩を打破する武器であることを象徴している。 金剛力士と同じだが、金剛力士は、ミーズあと、奈良のべの二人の裸形視であるのに対し、修金剛神は一人の武将姿として、造形暗記されるのが一般的である。また、金剛力士と起源を同一とする考え方もある。インドでは、バジュラパーニと呼ばれ、造形的にはハンダ型で表現されている。中国、日本では、 フンドで体を甲冑で固めた武神として表される。日本の異例としては、東大寺、北家道の祖像が知られる。道内において北側の図紙に安置され、年一回だけしか回避が許されていないため、極めて保存状態が良い。奈良朝の像像としては、金箔、彩色が表面に非常によく残存しており、貴重な存在である。また、京都の金剛院の木像は、 鎌倉時代に、海景の手によって、東大寺、北家銅像に学んで作られた。その起源は、キリシア神話の英雄ヘラクレスであるとされる。ヘラクレスは、獅子の毛皮を身にまとい、手に棍棒を持つ、ひげづらの男性という姿で表されるのが、一般的だが、インドにおける、宗根神の造形も、それと同様である。クシャーナ朝のカニシカ王の時代に流星を極めた。 ガンダーラ美術では、仏陀の脇地としてヘラクレスが配される例がしばしば見られる。終婚後神が生まれた経緯は、ガンダーラにおける仏像制作と同じくヘレニズムの影響によるものと考えられる。奈良時代の彫刻を代表する作例の一つ。天平記の天武像は、大陸から伝えられた様式的なものであったが、 奈良時代になって様々な姿や形を表現した写実的な彫刻が作られるようになり、日本独自な作風が完成した。本像はその中でも初期のものである。全高173.9センチメートルの素像で、川の鎧を着用して、右手に金剛書を構えた立像である。目を見開き、口を大きく開けて土壕しており、目には、 暗緑色の石をはめ込んで正気を持たせているほか、浮き出した血管や筋肉の表現が、奈良彫刻の写実性を表している。像全体としては、上半身と下半身のバランスが、悪くやや安定感を欠くが、性的な天平記の天武像に対して動的で、生き生きとした作風の傑作と言える。日本で生きによれば、東大寺が建立される、以前のその地にいた、 今修行者の年次物であったとされるが、制作者、制作年代は分かっていない。しかし長年にわたって、秘物として図紙に収められてきたため、制作当初の彩色がよく残っており、首都緑を中心として全身が鮮やかに彩られていたことが分かる。これはこの像の実の特色ではなく、当時の天部や仏像の大部分は華やかに彩色されており、年月が経つと共に剥落したものである。 ありがとうございます。